まあ、向かい滞在期間でしたけれど、はい、向こうではどんなことをしてるんですか？いや、もうメディカルチェックと、結構時間が長かったり、いろいろ細かいことをやったりしたので、あとはその練習場に行って見に行ったり、あとスタジアムでサインをして、本当に時間は限られてたんですけど、すごい自分にとっては濃い一日になったし、忘れられない一日になったのかなと思います。まあ、サインをするのは知ってたんですけど、まあ、スタジアムでサインするのはちょっと分からなかったし、どこでサインするのかも分からなかったんですけど、まあ、実際スタジアムに行けたし、まあ、練習場を見れたんで、まあ、すごいやっぱり素晴らしいところに来たんだなって感じましたけど、組織というのはやっぱすごいなっていうのを感じましたし、まあ、練習場一つにしても本当にすごい整備がされていて、まあ、自分でも、ね、初めて経験するような環境にはあると思うんで、またスタジアムもね、本当に素晴らしいというか、自分自身、まあ、外から、まあ、中ちょっとしか見えなかったですけど、本当に興奮しましたし、このピッチでね、自分のホームスタジアムとしてやれると思うと、本当に素直に、感動したというか、と同時に本当にここでやらなきゃいけないというか、そういう、気持ちもしたんで、ついに、はい、来たんだなってすごい感じます。クラブの関係者ともお話したと思うんでしたけれど、どういった話を実際にされたんですか？いや、本当みんながみんなね、すごい僕のことを歓迎してくれて、本当に契約を結んでくれてありがとうってすごい言われましたし、まあ、監督の方からもね、今バカンス中でこっちに行けないって言われたんですけど、電話をもらって、会えるのをすごい楽しみにしてるし、一緒に成功しようっていうのを言われたんで、まあ、僕も本当にここから自分次第だと思ってますし、まあ、すごいそこのスタート地点に立てたことですごい素直に嬉しく思います。川賀さんから川賀選手の携帯に、いや、僕の携帯じゃなくて、チームの関係者の携帯に、電話を来て、そういうコメントをもらいました。他にはどういった対応されるか？いや、それぐらいで、まあ、電話だったんで、またね、7月にあるのを楽しみにしていると言ってましたし、僕自身もしっかり会って話ができればいいなと思うんで、その時は楽しみにしたいと思います。まあ、背番号になるところなんですけど、実際そういった話はされたんですか？まあ、そういう話も出ましたけど、本当全ては監督が帰ってきてから、バカンスが終えてからそういう話をするというのを聞いたんで、また少し入れ替わりもあるっていうのを聞いてたんで、まあ、そういうのも含めて番号を決めていきたいと思いますし、まあ、自分はそこまでまだまだね、1位になったというかね、入ったばっかりなんで、そこまで大きな番号は要求しないですけど。自分から要求した番号は、まあ、それは決まってからの楽しみということで、まあ、僕自身も実際何番が空いてるのかっていうのを正確には聞いてないんで、まあ、希望だけ伝えて、はい。実際に、まあ、サインされた、まあ、写真も、まあ、アップされていましたけれど、はい、その時の気持ちっていうのは。いや、本当契約書がすごい多くて、さすがビッグクラブだなってちょっと感じましたし、まあ、それと同時に本当にこの契約書にサインして、改めて、すごい楽しみな挑戦が始まるなっていうのを感じましたし、それと同時にね、本当に厳しい戦いが待ってるんじゃないかっていういろんな想像しながら、まあ、スタジアム眺めながら、このスタジアムでゴールができたらすごい幸せなんだろうなっていういろんな想像っていうか湧いてきて、本当に結果残すだけなんで、そこで本当頑張りたいなっていう気持ちです。まあ、いろんなイメージが湧いてきたと思うんですけれど、実際に、まあ、活躍できる自信っていうのはご自身はいかがですか？いや、もうね、正式に契約をしましたし、もう弱気なんて弱音だったりね、ネガティブなことは考えてはないですし、考えもられないんで、今は本当にポジティブにね、場所で、自分の名前を刻みたいですし、歴史あるビッグクラブで、本当にいろんなものを勝ち取っていろんなチャレンジができたいなっていうそういう気持ちがありますし、そういういろんな想像が湧いてきたんで、本当に、まあ、厳しい戦いになるのは分かってますし、まあ、でもそれを挑戦できる権利を得たんで、今はすごい本当にそこに向けてね、
楽しみな気持ちでいっぱいです。まあ、今ユーロもやってますけど、実際にこの選手とやるの楽しみだなってありますか？ちょうど帰りに、ね、ドイツがやってたんで、まあ、ドイツが4対1で勝ってたりしたのを見て、改めて僕らチームメイトが、ね、あそこにいるっていうのを思うと、まずはドルトムントというチームに本当に素晴らしいチームに出会えたなっていうのをすごい感じて、テレビを見てましたし、本当に、あの2年間改めて素晴らしいものだったなっていうのはすごい、ドルトムントにまず感謝の気持ちというか、本当に素晴らしい2年間を過ごせたなっていう思いが浮かんできて、あとは同時にね、あのオールドトラフォードを見て、やっぱ歴史ある選手がね、あのピッチで活躍したのを想像しながら、僕もその歴史にね、名を刻めていきたいなと思いますし、まあでも本当にまずは結果を残すためにね、精一杯頑張りたいと思いますし、なんかそれまで温かく見守ってくれたら嬉しいし、本当に結果の世界だと思ってるんで、何もできなかったら本当それはただのね、まあ失敗に終わると思ってるし、それぐらい、厳しい道のりですけど、そこを勝ち取ればさらに、まあ、いろんなチャンスが待ってると思うので、本当そこに向けてまずは調整していきたいなと思います。最後に今後のスケジュール等も決まったと思うんですけれど、その点はいや、まだ今後のスケジュールもね、監督が帰っていてからまた話し合いをするということなので、まあ、代理人を通じて今話し合いをしますし、まあ、なので、まあ、予定は多分7月の上旬にはあっちに行くと思うんで、まあ、それまででしっかりと準備をして、やっていきたいなと思います。それまではリスクで、そうですね、まあ、割とキャンプも長くありますし、あとはでも結構日程はハード、ちょっと移動が多かったりするんで、まあ、そういうのも含めてしっかり体を作っていきたいなと思いますし、まあ、でも本当に今はすごい気持ちがね、本当に正式に決まったということで、良かったなという気持ちいっぱいなんで、あとはそこで自分がやるだけなので、そのために準備をしていきたいなと思います。テレビ代表以上ですが、各局さんありますでしょうか？スカパーです、よろしいでしょうか？はい、ちょっと日が早いですが、新チームでのチャンピオンズリーグへの準備があったら、まあ、まずは開幕がリーグは8月にあるんで、やっぱそれに向けてしっかり準備をしていきたいですし、まあ、その意味ではキャンプが大事になってくると思うので、まあ、そこからね、自分の良さであったり、やっぱ新加入選手ということでね、やっぱ知ってもらう状況であると思うんで、本当にいろんな面でコミュニケーションを取りながら、チームメイトと共に、戦っていければいいと思ってますし、まあ、その輪の中に、ね、入れるように、まあ、ピッチで結果を残せるようにしていきたいなという、まあ、そこが思いです、まず。先ほどユーロになれたとおっしゃってましたけども、はい、このまま順調にいけば昨シーズンまで所属していたドイツと、はい、今シーズンから所属するイングランドは準決勝で当たると思うんですけども、まあ、思いといいますか、どちらか勝ってほしいというのはありますか？まあ、正直ドイツに勝ってほしいという、勝ってほしいというか、まあ、去年2年間やったチームメイトもいますし、まあ、ドイツっていうのは僕も本当に慣れ親しんだ地ではあるんで、まあ、ドイツのサッカーはすごい今本当に素晴らしいものがあると思うし、そういう意味では今回はドイツに勝ってもらって欲しいなと思います。理想はドイツってことでよろしいですか？まあ、昨日のサッカーを見た限りやっぱり素晴らしいものがあるなと思いましたし、まあ、ドイツにぜひ優勝してほしいなっていう思いですけど。